さあモーターサイクルファンタジー今日も始まりましたね、はい、ということで本日の動画はですね2台のバイク用意しましたまずはですねヤマハとかいう会社のはい MT125 ですね話題のモデルですね、はい、そしてですねもう1台は我らの DAX125 <laughs> うちの倉庫から引きずり出してきたやつですね、はい、という2台でございますということなんですけど、まあ、もちろんねあの今日の動画としては基本的にはですねそれぞれのヤマハ という2つのメーカーの、ね、125cc のまあ作りの違いというかちょっとそれうとう比較してみたいなと思ったりはするんですけど考え方みたいなね本当はね CB とか用意できたらいいんですけど、まあ、いつでも欲しいバイクが空から降ってくるわけじゃないので今日はこの2台を使って見ていきたいなという風な感じの動画でございますよろしかったでしょうかはいというわけでですねまずはダックス見てみましょうかこれはですね、まあ、基本的にはプレイバイクってやつですねはい ロータリー式のトランスミッションを使っているので、クラッチ操作がないので、その分、基本的にはですね、バイクに初めて乗る人たちにとってみれば、運転が簡単です。あのギア慣れしちゃってる人だと、ちょっともしかしたら最初ね、あれって思うかもしれないんですけど、基本的にはですね、えー、結構簡単ですね。そして、やっぱりですね、その遠心クラッチっていう、ですね、まあ、遠心力でクラッチをつなげるっていう、ですね定番の、カブとかもそうですね、定番の機構を使っているので、 なんかその辺でですねすごくですねこういうプレイバイクには合っている気候になってます対するヤマハはですね、えー、ガチガチにですねでかいバイクを排気量下げただけって感じですね乗った感じもそうなんですけどすごくですねオートバイじゃんこれっていう感じですねで特にこのあたり MT125、XSR125 MT、そして YZF の R125 あの辺はですねもう本当に 250cc のバイクたちと ほぼ遜色がなないようなで、すね、えー、作り込みになってますでこの辺、まあ、どこに、その、まあ、重点、重きを置いてるかっていうところだけなんですけども、えー、ヤマハとしてはですね、えー、125cc クラスのギア付きのラインナップってものすごい久しぶりなんですね。なので、まあ、こういうですね、それに対して、プレイバイクではなくて、えー、こういう本格的なバイク、それも、とことんクオリティを追求してる感じですね。限られた予算の中で、えー、いいエンジン、そしていい車体。 あくまでオートバイとしてのですねまあ、ところをですねとことん追求してきたというところがですねまあ、特徴ですね基本的にあの昔から 125cc のこういうのってあったんですけど必ずですね廉価版だよっていうことをですね、えー、教えるようなですね興ざめするような形になって 昔からあったこういうヤマハの125って例えば TZR125 とかですね RZ125 とかですね、えー、まあ DT125 ですとかいろんなそういう 125cc のですね 250cc クラスにあるバイクの名前を使って、えー、少しこうサイズダウンして価格的にもですね 250cc が60万70万してる時にですね、まあ、30万前後で売っているようなイメージでですね当時ありましたやはりですねデザイン的に意図的に落としている。 ねえーまあ、DT あたりはね結構そっくりでしたけど大きいのとねただあくまでちょっとこうですねランクダウンさせているあくまでこれは125なんですよっていうのをですね見たら分かるような形の作りにですねあえてデザインを大きく変えて作っていたというのがですね、まあ、当時なんですけども今現代はですね手法が変わっていてどちらかというと125でもっとかっこいいデザイン作れないの MT の世界観を維持したままさらに新しいデザインを入れてみようみたいな感じのですねそういう試みまでですね感じさせるような風にですねあくまで見れば MT じゃーんって一発でわかるんだけれどでも親玉とはですね形が違うただそれが劣化デザインではなくて挑戦的なデザインになっているというところがですね特徴だったりするんですねだから250の方がいいやとか900の方がいいやとか 逆に125の方がいいやとかですね、デザインでもですね好みがそれぞれ分かれるようなですね、そんな形でとことん追求している、それがですね、今出してきたヤマハの 125cc クラスのラインナップの特徴だったりはしますね。そして逆にですね、本田さん見てみましょう、やはりヤマハに比べて余裕がありますね。そんなかっこいいデザインのですね、まあ、CB125 とかっていうラインナップを持ったままですね、あるいは売ってるんでしたっけ、まだ。すということで、持ったままこういうプレイバイクをですね、 何台も出してきているとカブのシリーズハンターカブそして何カブでしたっけハンターカブもクロスカブもあるクロスカブかクロスカブそしてこの今見ているダックスそしてモンキーですねやはりですね体力があって2種類のオートバイを投入している大きく分けるとこういうフルサイズの大きいオートバイにも引きを取らないような 125cc を ラインナップに入れたままですねこういうちょっとですねプレイバイクというものをですねやはりあの入れてきているというところがですね、まあ、ざっくり言う違いですよね、えー、なのでそういうふうに分けることができるのでプレイバイクの方は結構割り切った感じでプレイバイクになっているというところもですねまあ,あの面白いところかなというふうに思わせるまあ違いですねもちろんヤマハにもですねそういったバイクが登場してくるのであれば、えー、すごくですね、えー、みんなワクワクするんじゃないかなと思うんですよ。 えー、昔あったようなねまあダックスでいうとボビーっていうのがご存知の方少ないかもしれないんですけどググれば分かるんですけどボビーってやつがあったんですよねでダックス以外にもですねシャリーってやつがありましたね昔はねシャリーっていうのに対してはですね、えー、チャッピーっていうのがあったんですよね奈良さん形をかかびますかこれ <laughs> はい、はい、<laughs> そしてですねジッピーっていう隠れ玉もいたりとかしてですねなか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 冒険色のある え当時はねまだメーカーにも体力があったんで、まあ、そういったラインナップもありましたで今はですねやはり今そういうことができるのはもう結構本田さんだけかなうんで今それ以外にもですねグロムっていうのもまあ,ありますよねラインナップにグロムだったりとかそして川崎さんが Z125 ありますよね とかですねまあ割とこういうプレイバイクですねの方に各メーカー125はですねなんとなく、まあ、出すなら125のギア付きだったらそういうおもちゃ系かなというふうにです、ねまあ、なんとなくなっている中で、まあ、ヤマハが引っかき回すためにです、ね、3車種のですねまあ、こういう125を出してきたというのがですね今後125のギア付き市場はどうなっていくのかもちろんこれの売れ行き次第というところもあるんですけどはいあるんですけど。 まあ、あの興味深い部分ではあったりするというところがですね今のところの流れ2024年頭ですね今の流れになってるんじゃないかなというふうに思ったりはします。 ですね、やはりプレイバイクといえどですね昔みたいにやっぱりこういう特にモンキーなんかはそうなんですけど、まあ、ちょっと小ささが正義的なところが特に日本のマーケットでは大きいですよねこういうバイクは小さい方が可愛くて面白いできればちっちゃい方がいい。 ちちっゃくて、まあ、12インチぐらいのタイヤでですね、ぶわっとした太いタイヤを履かして、えー、すごくですね、おもちゃっぽく、えー、可愛がりたいという方がです、ね、あの多いんじゃないかなとあの日本人って別に体型の問題だけじゃなくてどうやら小さいものが割と好きらしくて。 あのなので、ですねやはりこういったところに求めるのってそういうところになってきたりはするんですけども、えー、やはり今の現段階ではですね本田さんといえどですねダックスを、えー、おもちゃっぽくより小っちゃく作ったりですとかモンキーを昔のモンキーみたいに小っちゃく作るというところはですねなかなか難しくなっているやはりですねあの世界的な流れあくまで海外でもですね通用する。 あくま海外ではですね別に小さいものが受けるわけではなさそうなのでという流れを持ってですねやはりこう海外生産のオートバイになっているというところも含めてダックスもモンキーもですねかなり大きいです足つきはこの MT とさほど変わらないぐらいですねまあ、悪いですねフルサイズ化されているというところもですねまあ,あの時代を反映しているでその代わりに普通に使えるものになってます。なので 通勤に使うとか、やっぱりちょっとちっちゃいながらに大きい道路をとるのは怖いとか、そういうことはですねもう起こらないですね。カスタマイズの余地がですね少ないという捉え方もできるんですけど、非力だからこそいろいろ部品くっつけて、ですねそれを強力にしていくっていうのもですねちっちゃいバイクたちの面白さだったりはしたんですけども、そういうのはもうです、ね、必要ないぐらいですね。もうスタートから倒立フォークが入ってたり、2、えー、ーポッートキャリパーがついていたりですとか、ですねパッと見ただけでもですね 125cc のエンジンなんで強力ですし、あの不満点がスタートからない、もうこのまま乗れる。 それに対してデザイン的なものでですねやはり楽しさを追求していくあとはそのポジションだったりエンジンのそのロータリーミッションだったりそういうところでですねまあ,あの差別化を図っているというのがですね現状の特徴なのかなというところも、えー、感じさせるそんな2台ですねまあそんなわけでですね今過渡期ですねちょっと前まで、えー、このクラスってもうほぼホンダさんの独壇場でしたねラインナップもたくさんあって面白そうなバイクもいっぱいあるところがですねそこにですね全く違う形でヤマハがですねこういうフルサイズの125を3機種 YZF と、そしてこの MT と、そしてですね、XSR ですね、3機種を投入してきました。なので、今後125市場っていうのがですね、国内のマーケットに受け入れられるのかというところですね、よりですね、あのやはりですね、各メーカー揃ってきてるので、こういう状況で出して出してっていう声はいっぱいあったんですよ、正直。 あったんですけど出したら買うのにって皆さん言ってくれてたんですけども実際にですね国内で見込んだマーケットの分だけ売れるようであれば当然ホンダさんも、えー、ヤマハもですねどん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 ですねこの後に続くものを出してくる可能性も出てくるわけですよ逆にこれがですねあんまり売れなくなったら例えばこっちが出たせいでこっちが薄まって あの売れなくなったりとか逆にあのこっち出してみたけど全然受けなかったとかっていう形になってしまうと当然その企業としては次の投資っていうのは難しくなるというところでですね 125cc はですねオートバイの登竜門ですよね一、えー、つのですねなのでそういうところでですね皆さんがいかに受け入れてくれるかがですねホンダさんとかですねヤマハとかですね、まあ、川崎さんも出してますね、えー、そして鈴木さんも GSX ありますよねというところでですね あの各メーカーちゃんとなんだかんだで少しずつ頑張って揃えてくれてるのをですね今度はマーケットの方がですね育てていただけたらありがたいなと思いながらですね、えー、いい夢を今はラインナップがあるので見ていきましょう。